こんにちは、シロダイブのシロです。こんにちは、ゆりです。今回はダイビングライセンスの種類を説明していきたいと思います。はい、ダイビングのライセンスにはいくつか種類があります。で、今回話すのは、僕らが所属しているパディの場合ですね。まあ、他の団体でも基本的には大体同じようなライセンスの種類があると思います。はい。普通の人が多分一番最初に取るであろう、オープンウォーターダイバーっていうライセンス、これが多分みんなライセンスを、ダイビングのライセンスを取るってなった時に一番最初に取るライセンスですね。まあ、このライセンスは、18メートルまで潜ることができて、まあ同じようにオープンウォーターダイバーを持ってるバディ同士、まあ2人以上で潜ることができます。で、ジュニアライセンスっていうのもありますね。ジュニアは10歳からだったかな。10歳から。うん。10歳からできます。まあ、学科、あと限定水域って言って、まあ、プールだったり、浅い海だったりの講習と、あとはオープンウォーターって言って、まあ、足がつかないところの海の実習があります。それが、まあ、全部で2日から3日ぐらいかかるかな。うん、そうですね。オープンウォーターダイバーを取るのに、まあ、2日から3日かかりますね。うん、で、学科も、まあ、その場でショップさんでやるところや、まあ、あらかじめ e ラーニングでやってきてくださいねっていう場合もあります。まあ、その辺は申し込んだショップによって変わってくるとは思います。オープンウォーターダイバーがちょっと難しくて取れない、まあ、日数的に難しい場合やスキル的に難しい場合で取れないって時に、1個下のライセンスっていうので、スクーバダイバーライセンスっていうのがあります。これは取得日数だいたい1日で取れるんですが、まあ、プロライセンス以上の監督のもと、最大深度12メートルまで潜ることができますね。で、このライセンスは、まあ、バディ同士、スクーバダイバーライセンス同士で潜る資格はないです。うん、はい、これが、一番、まあ、下っていうか一番、そうですね、取得日数が少ないライセンスですね。はい、オープン取ったけど、オープンウォーターダイバー講習してるけど、私ちょっと無理みたいな。うん、これできないってなった時、1個レベルを下げてスクーバダイバーを取るってパターンもありますね。うん、はい、で、次にアドバンスオープンウォーターダイバー、アドバンスドって言われるやつですね。これはオープンウォーターダイバーを持ってる人が次にレベルアップして取るライセンスになります。これは、まあ、3種類のアドベンチャーダイブと言われる、まあ、それぞれテーマに沿ったダイビングを3種類、まあ、僕の場合だと、ボート、水中ナチュラリスト、中性浮力っていう3種類のテーマのダイビングをしました。まあ、他にもナイトとかあるんですけどね。まあ、それに加えてディープとウォーターナビゲーション。まあ、ディープっていうのは、深いところ潜るスキルと、アンダーウォーターナビゲーションっていうのは水中でコンパス使って移動するっていうのを含めた5種類をやることによって取得できるライセンスになります。まあ、これはほぼほぼファンダイブみたいなもんなんで、一番楽しいですよね。一番たの、まあ、取るときに楽しいライセンスになると思います。まあ、これを取ると30メーターまで潜れるようになります。学科もナレッジリビューやるだけだったかな。テストはなかった。テストはありますよ。あったっけ、まあ、ちょっと忘れちゃったけど、あったっけ、テスト。ある、テストはある。あと、ナリッジリビューじゃなかったっけ。テストある。で、これも取得日数は大体2日ですね。まあ、初日にナビやって、次の日ボート行ったり、ディープやったりっていうパターンが多いかな。多いですかね。はい。で、次にアドバンス持ってる人が、次に受けられるのが、レスキューダイバーっていうライセンスになります。はい、このレスキューダイバーっていう名前を聞くと、誰かをレスキューするのかなとか、海猿じゃないけど、レンジャーみたいな、レンジャーじゃないか、
まあそういうレスキュー隊みたいなイメージがあるとは思うんですが、うん、どっちかっていうとまず自分の安全を確保しましょうっていうセルフレスキューの意味合いが強いですね。うん、何かあった時に、まあ事故者がもちろんパニックしてる人とか、うんうん、倒れてる人とか溺れてる人とかいた時にまず自分の安全を確保してから助けましょうっていう、うん、まあ、まあ相手を助けることは助けるんですけど、まず自分を安全っていうのが意味合いが強いですね。はい、まあ、それがレスキューダイバー、まあ、これも大体2日、まあ、3日2日ぐらいですね、うん、取得日数は。でレスキューダイバーを持ってる人で、それかつ50本以上潜っていて、うん、で5つのスペシャルティを持ってるレスキューダイバーであれば、まあ、あと申請するだけでマスタースクーバダイバーっていうレジャーダイバーの最高峰のライセンスを取ることができます。これは申請するだけで取れるライセンスですね、うん、でこれが、レジャーダイバーの一番上のクラスです。ここから先がプロライセンスっていうものになります、うん、まず一番最初のプロライセンスがダイブマスターって、うん、今ユリが持ってるライセンスですね、はい、これはレスキューダイバー以上で40本以上持ってるとまあエントリー可能、まあ、そこから、応募資格がもらえるってことですね、うん、これはファンダイビングのガイドができたり、うん、まあ、スキンダイビングの監督ができたりすることができます、うん、まあ、ライセンスは発行することができないですけどね。でその上に僕がなってるインストラクターっていう他人にライセンスを発行したり、うん、体験ダイビングに連れてったりできる、まあ、ダイブマスターもダイブマスターリーダーっていうライセン資格を持つと体験ダイビングとか連れていけるんですけど、うん、まあ、基本的には体験ダイビングに連れていけるのは連れていくのはインストラクターになりますね、うん、はい、はい、まあ、インストラクターにももちろんランクがあります、いろいろ、うん、順々に、まあ、何人認定したかとか、まあ、インストラクターを育てるインストラクターがいたりとか、うん、っていうランキングがあります。はい、ヨウさん、どこまで取ったらいいと思いますか？そうですね、うん、僕的にはアドバンスまで持ってた方がいいかなと思います、うん、それは、まあ、なぜなら、うん、まあ、アドバンス持ってると30メーターまで潜れるようになるんで、うん、そのポイントによっては深場のポイントだったりするとアドバンス持ってないと潜らせてもらえないところとかあるんですよね、うん、確かに。あとアドバンス以上じゃないとこのツアーに参加できませんみたいなところもあるんで、うん、ありますね。アドバンスまでは持っていた方がいいかなとは思います。まあオープンウォーターは最初なんでちょっと大変、人によっては大変かなとも思うんですけど、うん、アドバンスのライセンス自体は、まあ、本当にファンダイブみたいなもんなんで、うん、まあ、すぐ取れますし、アドバンスまでは持っていた方がいいかなとは思います、うん、あとは自分のスキルアップですかね。うん、そうですね、まあ、スキル、僕みたいにちょっと上手くなりたい、ダイビング上手くなりたいって人は、まあ、レスキュー、ダイブマスター、インストラクターまでをやっていくのは全然ありだと思いますね。あとちなみに、うん、まあ、オープンウォーター他の団体で取った、でそっから例えば違う団体、うん、例えば SSI からパディになるとか、うん、そういうこともできます、うん、はい、ね、なんで、まあ、指導団体のくら替えっていうのも途中ですることができますね、うん、はい、こんな感じでライセンスの種類っていうのをどんなのがあるかっていうのを分かっていただけたかなと思います。でおすすめは、まあ、オープン取った後にアドバンス取った方がいいよって感じですね、はい、はい、この動画が参考になればいいねボタン、もしくはじゃない、いいねボタン&登録、チャンネル登録お願いします。それじゃあバイバーイ。 Thank you.